興味コメント。もうすぐ秋のアニメ始まりますが、気になるのありますか？秋始めか、ブルーロックとブリーチは漫画全部読んでるから、続きは放送されるのを楽しみ。どうも、ハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？リゴロシリーズも面白いですよね。そこで今回は新章に向けて特別な〇〇が公開という系列で話していきたいと思います。では関係ないけど、久しぶりに映画館で映画見てきました。何見たの？キングダムだよ。アニメも漫画は見てるんだけど、映画もマジでクオリティ高くてすごかった。キングダムいいよね。というわけでこれから最後まで聞いてください。アニポケの新章に向けて特別な〇〇が公開。今放送されているアニポケア新シリーズは、主人公がリコとロイで、二人はライジングボルテッカーという組織の仲間に加わり旅に出ています。今の新章ではリコ、ロイ、ドットがテラステラを学ぶためにパルデアのアカデミーに通い、テラステラ研修を行っている最中なんですが、今の章は来週の9月27日で終わり、一週休みの後新章が10月11日から始まります。新章のサブタイトルはレック・ザ・ライジングということで、またどんな展開になるのか楽しみなんですが、先日新章への突入を記念し、オリジナルオーディオドラマが公開されたことが公式 X にて明らかになりました。オーディオドラマとは音声で楽しむドラマですね。これが全部で2本上がる予定で、1本目のタイトルはパルデア四天王の優雅なるランチタイムということで、今日の放送後19時30分に公開されるようです。パルデア四天王、今のショーで初登場した人物たちで、どの人物もかなり個性的な人たちです。ランチタイムはどのような会話をするんでしょうか？もしかしたら好きな食べ物の話とか、よく行ってるご飯屋さんとかの話もあるかもしれませんね。特別なオーディオドラマなので、ぜひ放送後はこれも聞き逃さないようにしましょう。2本目はおそらく来週の放送後19時30分に上がると思うんですが、1本目が四天王の話ということで、2本目は今のショーに出てきたアカデミーの先生や生徒の会話とかかなと思いました。また来週から新章ということで、新章のオープニング曲やオープニング映像もそろそろ公開されそうなので、アニポケの放送後やアニポケの公式 X は要チェックです。僕もアニポケの新章が来たら随時動画で情報を共有するので、毎日動画見てくれると嬉しいです。とまあこんな感じで、新章に向けて特別な丸々な公開という件についてでした。ちょっとロボットサイズの登録よろしくお願いします。ではまた次回、せーの、グッピー。